私の名前はミカ。43歳の契約社員で地元企業の事務をしている。夫の修二は私同様、地元の中小企業に勤務する40代後半のサラリーマン。彼の舅は社員が50名ほどの企業の経営者で、いずれ修二か彼の兄が会社を継ぐ予定だが、舅はどちらに継がせるかまだ決めかねているそうで、修二は同業他社で武者修行中といったところだ。舅は修二を推しているが、舅の方は義兄を頼りにしており、法務事務所を経営する彼に会社の財務や法務などを彼に一任しているらしい。修二は1年前にガクッと給料が下がり、本人は不況だからと言っているが、私は修二が何かポカをやったからだと思っている。彼は言うことはでかいが、脇が甘いなんちゃって男。交際中は、俺は親父の会社を継いで絶対大きくしてやるんだ、という彼の言葉を男らしいと勘違いし、プロポーズを受けてしまったが、次期社長になるための努力など何もしていないどころか、姑に頼り切っていることが結婚してからじわじわと分かってきた。12年ほど前、修二と結婚が決まった時、私は何より姑の存在が不安だった。修二がああいう性格に育ったのは姑のせいだと思われたからだ。彼には7歳年が離れた兄が一人いて、姑は最初は義兄を溺愛し、修二をないがしろにしていたらしい。しかし義兄は大きくなるにつれ、姑に反抗することが多くなり、姑は溺愛の対象を修二に乗り換え、義兄を家から追い出したらしいのだ。そのせいか修二は、姑への執着と義兄への嫉妬心が強く、電話で義兄に、兄さんが来ると母さんが俺をまたないがしろにしかねないから、絶対戻ってこないでくれ、と言っていたのを知っている。婚約した時に義実家にお邪魔したのだが、姑は私を上から下まで目線で一別し、あなたずいぶん貧相な体ね。ちゃんと子供を産めるのかしら。それに胸もべっちゃんこだし、母乳で育てるのは無理そうね、とのたまった。会った早々、しかも玄関口で想定外のことを言われて、私はパニックになってしまい、あ、はあ、そうかもですね、はは、ととぼけたことを口走ってしまった。それがさらに姑の機嫌を損ねたらしく、修二に向かって、なにこの子、修ちゃん大丈夫なの？しつけもまともにされてないみたいじゃないの？と呆れ返っていた。修二が、ママ、ミカは緊張してるんだよ、許してやって、と取りなしてくれて、その時はそれで済んだのだが、私はそれにほっとする以上に、修二がお母さんをママと呼んだことにびっくりし、ちょっと気味悪さを感じた。その後、応接まで修二にも会ったが、修二も結構強烈な人だった。修二の兄は独身で、結婚する気がないと言っているらしく、私に社運がかかっているような言い方をする。うちはそこそこの金持ちだが、ミカさんは絶対浪費しないように。とか、ミカさんは跡継ぎとなる男の孫を産む義務がある。挙句の果てには、3年、いや、5年猶予をやろう。5年以内に男児を産まなかったら、その時は離婚してもらうからな。と、修二とまだ結婚もしていない私に向かって、義実家の嫁の心得を垂れたのだ。正直、結婚は無理だと思った。修二のことは好きだけれど、こんな義両親とはやっていけない。ところが、その後食欲の低下や吐き気が出るようになり、まさかと思い産婦人科で調べると、すでに12週に入っており、エコー検査で男児と判明。それを修二に電話で告げた途端、彼が姑を引き連れて、私のアパートに押しかけてきて、役所からもらってきた婚姻届にサインするよう迫ったのだ。姑からは、あなたが男の子を産めば、
しゅうちゃんが次期社長になることは決定的なのよ。しゅうじからは、兄さんになんか会社は継がせない。俺と結婚してその子を産むんだ。二人のサイン白々攻撃に疲労困憊した私は、根負けしてその場で婚姻届にサインしてしまったのだ。その後、私は退職し、二人で義実家近くのアパートに住むことになった。絶対同居だけは避けたいと思っていたが、それを言い出す前に、なんと姑から別居を希望された。私たちが新婚だから、ちょっとは気を使ってくれたのかな、と思ったが、姑は感謝する私に向かってこう言った。どこの馬の骨かわからない人と住むなんて怖くて嫌だもの。と、あまりの言葉に頭の中が真っ白になった私は、その晩習字にそのことを訴えた。しかし習字は呆れたようにこう返した。ママはお前とたった数回、数時間しか会ってなかったじゃないか。不安を感じるのは当たり前だろう。お母さんは私を馬の骨って言ったのよ。しかも怖いって。と叫んだが、彼には私のショックを理解することはできなかった。お前妊娠してちょっと精神状態がおかしくなってんだよ。ママのことを悪く言うのはやめろよ。それだけ言うと、一人で寝室に入ってしまった。私の味方にはなってくれないんだ。新婚一週間で、私はこの結婚をひどく後悔した。妊娠後、私のつわりは結構ひどかった。もともと痩せ気味で、体力がないところに食事が取れなくなったので、ちょっと動くのもしんどかったのだ。しかし姑は私をこき使った。ちゃんと体を動かさないから、つわりや食欲不振になるのだと言って、義実家の掃除や洗濯、あるいは買い物のために呼びつけるのだ。吐き気や貧血で倒れそうになる私を見ても、修二は一切助けてくれなかった。最初のうちは我が身の哀れさを嘆いていたが、お腹が大きくなるにつれて根性が座ってきた。何があってもこの子を守る、そしていつか離婚してやる、と心に誓ったのだ。出産後、姑の嫁いびりはグレードアップした。私を完全に女中扱いするようになり、義母の田舎の母親の介護までさせられるようになったのだ。義祖母はすでに90歳を超えており、施設に入所しているが、様子を見て来いと、片道5時間かかるのに、毎週のように行かされる。しかも、義実家の家事を全部やらされてから言われるから、泊まりがけになり、その出費も私の貯金から払わされた。修二に訴えたが、お前がちゃんとしないと、俺が後継ぎになれないかもしれないだろ。ちゃんとやれよ。と無視されてしまい、もうこの人に何を言っても無駄なんだ、と思った。それから10年後、姑が自分の誕生会兼修二のお披露目会を開くと言い出した。参加者は修徒と姑、私たち夫婦、義兄、そして修徒の会社の役員とその奥さんたち総勢11人。次期社長は修ちゃんだと知らしめなくては。美香さんは次期社長の妻として皆さんをお迎えするのよ。と、何から何まで私に丸投げされた。その頃私は契約社員として仕事をしていたのに、料理の注文やセッティング、買い出し、ちょっとしたつまみの用意まで、すべてやらなければならなかった。ほとんど徹夜で準備をし、当日もキッチンと応接間を往復し続けていると、久しぶりに会った義兄がひょこっとキッチンに顔を出した。そして、一人じゃ大変でしょ。いくら母さんが主賓とはいえ、10人もの参加者じゃ大変すぎる。と言って手伝ってくれようとした。いえ、大丈夫です。席についてらしてください。とバタバタ動きながら用意を続けていると、もしかして母さんに何か言われてるんじゃありませんか？と聞いてきた。それはいつものことですから。と言葉を濁すと、
義兄の目つきが変わった。そして義兄は自分が姑に嫌われてからされたいろいろな嫌がらせについて話し、私にも辛い思いをさせているのではないかと迫った。それを聞いて涙ながらに洗いざらいぶちまけると、母さんも修二も最低だ。と顔を真っ赤にして激怒してくれた。そして彼は数分何か考えた後で、美香さん、あなたの息子がどんな生い立ちを背負っていたとしても、たとえ後継ぎになれなくても育て続ける覚悟はありますか？と聞いてきた。意味がわからなかったが、そんなことは母親として当たり前だ。そう返すと、義兄は驚くべきことを教えてくれた。そして、今後苦労するかもしれません。もちろん私ができる限りサポートしますが大丈夫ですか？と確認されたので、私は、ありがとうございます。どんな境遇になっても息子をしっかり育てていきます。ときっぱり答えた。義兄は深くうなずくと応接間に戻っていった。それから1ヶ月後、義兄が再び訪れ、義両親と私たち夫婦を応接間に呼んだ。そして、母さん、俺だけじゃなくて美香さんにも随分なことをしてるらしいな、と姑をにらみつけた。なんなのよ、いきなり。次期社長の妻として教育してあげてるだけでしょ。余計な口出ししないでちょうだい、と金切り声で応酬する姑。すると義兄は、へえ、現社長のろくでもない妻が人様に教育ね、と嘲笑った。それを見て修二が、ママを悪く言うな。今になって次期社長の座を狙ってんのか、この卑怯者。と真っ赤な顔をして叫び、修とも義兄をいさめる。すると義兄は静かに、父さん、修二の DNA 鑑定見せてやろうか、と修とに言ったのだ。それを聞いて姑の顔色がみるみるうちに真っ青になった。意味が理解できず不審そうな顔をしている姑と修二に義兄は話し出した。彼が小学生の頃、町で姑と知らない男が腕を組んで歩いていたのを見たこと。その二人が繁華街のお城のような建物の中に入っていったこと。その後すぐに修二を妊娠したこと。小学生の頃の記憶だから勘違いかもしれないと思ってた。でも俺が高校生の時に母さんと喧嘩して、その時のことをポロッと言ったら母さん真っ青になって否定したけど、その時から俺に対してすごく冷たくなって出て行けと言うようになったんだよな。俺はもともと会社を継ぐ気はなかったから好きにさせてた。でも美香さんを女中みたいにこき使ってると聞いて、この前の誕生会の時、修二のブラシについてた髪の毛を持って帰って DNA 鑑定してもらったんだ。あんたたちにそんな権利はないって思い知らせるためにね。義兄がそこまで言うと、姑は金切り声を上げた。姑と修二が問い詰めると、姑はおえつをこらえながら白状した。姑が仕事で全然構ってくれないから、つい浮気してしまった。義兄が姑にばらして離婚させられるのではないかと思い、義兄を家から追い出し、姑に義兄の悪口をいろいろ吹き込んだのだ、と。修二は呆然としていたし、当然姑も大ショックを受けていた。姑にそそのかされたせいもあるが、義兄が後継者に乗り気ではないため、修二を後継ぎにしようとほぼ決めていたようなのだ。しかし修二もその子も自分の血を引いていないとなると、父さん、俺は父さんの子だよ。血のつながりなんか関係ないだろ。修二が必死に姑にすがりついている。姑も、あなたごめんなさい、ほんの出来心なの、許して、と叫んで土下座している。なんてみっともないんだろう。そんな三人を横目で見ながら、義兄が冷たく言い放った。父さん、
俺は会社を継ぐ気一切ないから。続いて私も、お父さん、お母さん、修二、私離婚させていただきますと告げ、以前取ってきておいた離婚届をテーブルの上に置いた。三人ともあまりにいろいろなことが一気に押し寄せたためか、呆然自失して押し黙ったまま。私は自室に行くと、まとめてあった自分の荷物を持って義兄の車に乗り、一緒に義実家を出た。その後、姑は親族から後継者を選ぶことに決め、姑と離婚した。姑と修二は実家を追い出され、古いアパートに住むことになったようだ。浪費癖がついている上、多額の慰謝料の借金を背負った二人の生活は大変だろう。曾祖母の施設の入居費も払えなくなるだろうから、近い将来、引き取らなくてはならないはずだ。ご愁傷様なことだ。一方、私は義兄がいい弁護士を紹介してくれて、慰謝料と養育費を借金させ、一括でもらうことができた。また、私は実家に戻って、両親と義兄に助けてもらいながら再就職し、息子の笑顔に支えられながら毎日頑張って働いている。